かかか、あ、朝だ、は、起きなきゃ、ふぅ、朝食べるお菓子はうめえだ、うめえうめえ。さてさて、今日の予定は何だったかな、忘れちったぜ。まずはスケジュールでも確認するか。うむうむうむ、今日はこういうスケジュールか。はあ、お姫様は大変だな。早速ね、向かうとするか。おお、羊のうさぎちゃん、どうもだ。いやー腹減ったな、今朝はうさぎ鍋食べたいな、ちら。あー、うさぎ鍋食べてみたいな。さて、ご飯でも食べに来ましょうかね。いや、メイドさん、今日もうるわしゅうでございやす。いやいや、おはようございます。小島姫のお通りですよ。あら、まあ、メイドちゃん、かわいい格好しとらすね。まあ、私の方がかわいいけどな。さあ、おはよう。やっぱり、一人で食べる食堂は寂しいな。おいおい、今日の朝ごはんがかい誰だよ。朝からステーキだなんて食えるわけねえじゃねえか。作り直せ、プンプン。しょうがねえな。今日はケーキで我慢するかさっき食ったけど。むしゃむしゃ、むしゃむしゃ。あー、やっぱこのケーキが一番うめえな。朝からステーキは無理だ。誰用なんだい、羊。え、私用じゃなかったの、ステーキ。あ、そうなんの。あ、お姫様先食ったから食べなくていいって。あー、なるほどね。そういうことか。いやー、ローラさん、今日もいい朝でございますね。うんうん。うん、いい天気。外でおまけ遊びたいなって小島はそう思うよね。でもな、今日外行く前にやることがあるんだよな。まあ、ローラもそうだけどさ。さあ、勉強しに行くか。お姫様って言ってもさ、やっぱ勉強とかしないといけないからさ、大変だよな。では、勉強していこう。先生、よろしくお願いします。うん、お勉強していきましょう。一問目。これは黄色？黄色。これは黄色？違う。赤に見える。これは食べ物？靴、食えねえ。頑張れば食えるんかな。これは青色、違う、赤色。早く答えよう。早押しになりました。黄色、違う。これは赤色？うん、そうだよ。生き物？うん。食え、負けちゃったよ。これは茶色、違う。ふぅ。まあ余裕ですな。さて、お外にやってきましたわ。次はお馬さんとね、乗馬のお稽古があるんですのの。やあ、うさぎっち。今日もいい天気ですな。じゃあ、お馬さんと一緒にね、乗馬やっていこうかな。ヒュッヒュッヒュッ。見てくれ、この私の動き。キャーイ。どうだい、素晴らしい腕前だったろい。いやあ、お外で乗馬してきたから汗かいちゃったよ。お風呂行ってくるわ。ふぅ、女性は右ね。ちょっと、見ちゃダメよ。睨んでね。恥ずかしい。さてさて。ふぅ、まずはお湯の温度でも確かめるか。ピチャピチャピチャ。まあ、いい感じですな。ではお風呂入りますか。シャワーも使ってと。それでは、お風呂入っていきまーす。いいお湯だった。ふう。執事、夜は確かダンスパーティーだったな。そうです。ダンスパーティーがあります。では着替えるか。ダンスパーティーだとどの服装にするか迷いますな。執事、どれがよろしいかしら。そうですね。ダンスパーティーなのでちょっと派手めのやつがいいんじゃないでしょうか。そうか。パンツタイプとかはどうだい？パンツタイプよりもやっぱりスカートの方がヒラヒラして可愛いですよ。そうか。ではこちらのピンクの色にしよう。どうだい？可愛いかい？可愛いです。お姫様。ふむ。ではでは早速ダンスパーティー行ってくるか。ふむふむ。ここがダンスパーティーか。なかなかいい部屋になっている。やっぱりピンクでよかったね。部屋もピンクだし、これで私もお揃いということでね。では時間までゆっくりして過ごすか。フラフラヒュッヒュッヒュッ、どやどや。
し、ではダンスしていくか。パーティー始まったね。みんなで踊っていくよ。さあサイドを決めるな、この私よ。どうだい、美しいかい。へいへい、はーい、はい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 、ワンツーワンツースリー。うん、みんなも踊れてる、決まってる。日頃の練習の成果、この場所で発揮しないでいつ発揮するの。私が教えたでしょ。おー、いい感じいい感じ、そう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 、素晴らしい。あら、綺麗に回っております。成長したな。どうだったかい、私のダンスは。はい、とっても綺麗でした。そうか、これで今日の一日は終わりか。はい、予定は全て終了しました。では部屋で休むとしよう。今日の一日でも記しておくか。今日はなんかした、ケーキ美味しかった、終わり、小島。よし、バッチリ。それでは寝ますか。皆さんおやすみなさいませ。小島姫の一日でした。